博多は2016年4月21日にオープンした福岡県福岡市博多区博多駅中央街にある商業施設ビル。博多駅博多口方面にある日本郵便株式会社が管理運営する。各テナントは博多丸井施設のコンセプトは良い,い休憩をしよう。であり、アパレル店舗は4割程度に抑える代わりに各階にカフェを設けるなど、 博多駅を利用する人々が休憩できるような飲食店が多数入居している。また、1階を含めほとんどのフロアに男女、多機能トイレを備える。博多駅再開発に合わせ、同地にあった博多郵便局の局舎を移転の上、空き地を再開発し建設したものである。博多駅再開発に伴う博多郵便局の移転状況、切ってブランドとしては、 東京駅前の JP タワーに入居する、切手に次ぐ2号店扱いであり、3号店は2016年6月に、名古屋駅前の JP タワー名古屋に、切手名古屋が開業した。切手という商業施設名は、切手と、切手の意味が込めて名付けられている。なお、切手と名付けられているが、博多郵便局など、日本郵便関連施設は、このビルではなく、 切って博多の南に隣接する JRJP 博多ビルに入居した。そのため、日本郵政グループ初の全館商業施設となる。福岡大学都市空間情報行動研究所は、本施設の開業によって、週末に博多駅周辺を訪れる人が年間で1日平均約1万人増えるとする予測をまとめた。一方、 福岡市の天神地区では1日平均約4000人減少するとの予測を立てた。2016年度の来館者は予想の1000万人を大きく上回る約1390万人。売上高も予想を10億上回る約160億円だった。主要なもの B1 回1回から7回8回9回10回11回地上2回空中回路を 設けて、両隣の JRJP 博多ビル、JR 博多式と直接連絡させる。同デッキは、博多バスターミナルや、その先の元広通りに面する博多、新密井ビル付近の歩道まで、直接連絡する。地上1階南北貫通路。地下1階 JR 博多式の、網地下、及び JRJP 博多ビルの地下1階、駅から300歩横丁に接続する。 駅前広場に面する敷地北面の中央入り口付近にエンジェルポストを設置。住吉通り沿いの歩道バス停に絡み、歩行空間確保のため建物をセットバックしている。約900台の24時間一時駐輪場、約100台を地下 M1、2階に設置。災害時の帰宅困難者対策として避難所、防災用備蓄倉庫を備える。毎年6月の 第3火曜日は、休館日、切手博多の地下2階、地下3階に約120台分の駐車場が設置され、地下3階部分は、隣接する JR 博多市地下駐車場の3階部分と、接続され一体化して提供。なお、どちらも、車両の出入りは、切手博多の敷地南面の専用出入口からとなる。利用者の出入りは、切手博多からのほか、地下3階北端では、 駅前広場、JR 博多ィ側にも、出入り口がある。また車高制限は2.1メートルである。このほか、切手博多内のテナントとの提携サービス対象となる。駐車場は、切手博多地下のものなほか、博多駅周辺部にもあり、詳細は公式サイトを参照のこと。なお、駅前広場地下2階の、博多駅地下送迎場や、 隣接する、筑紫内の博多駅屋上駐車場、デートスアネックス等は、切手博多内のテナントとの提携サービス対象外で、ある。ありがとうございます。